久保さんん今回牛島くんの運にしましまょうかこれね牛島くんの夜沢さん『さ闇金牛島くん3』のね映画あの『情報商材』あの『夜沢さんがモデルになったやつ』の最後のシーンがあるんですけど最後その若者がねまあその夜沢さんあのモデルそのあの人に憧れてその情報商材こうやってね売りまくってねで人生変えるんですけど まあその後は、あの、なんだ、まあ、そこに落ちるんですけど、一番最後は、なんかあの、主婦の人かな、なんか、お金返してよみたいな。騙されたお金返してよみたいに言われるんですよ。で、その子が、すいませんでした。申し訳ありませんでした。みたいに謝ってるんですよね。で、闇金牛島んが、まあ、本当に悪いことしたと思ってんのかみたいな。 お前命かけて勝負したんだろうと。あの、何もしねえよりはマシじゃねえかと。で、去っていくんですよ。まあ、これね、結構ね、僕はすごく、あの、印象深かったかなっていう。これ、これのね、切り取り動画もあるんですよ。ここの部分は。これね、96万回回ってますね。ここの部分だけ切り取られてるやつがあるんですけど、96万回回ってますね。まあ僕、あの映画を見て思ったことが、まあ僕もね、情報状態やってますから、 うーんまあ、闇金牛島君の言う通りで、おそらくですよ、あの、返金してくれよって言った、その人は、ちゃんと多分やってないんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> 多分、あの子と同じ熱量でやってれば、多分稼出てたと思うんですけどね。多分、あ、これは詐欺なんじゃないか、騙されたんじゃないか、つってやってなかったんじゃないですかね。うん。少なくてもあの子はね、もう真剣に多分、どうやったら稼げるんだ、つってね、いろいろやって、 あのあこの方なんかあの物語の中であこうやれば売れるっていうねそのなんか攻略法を見つけたわけですよいろんな試行錯誤してクソーみたいなでそれでまあ駆け上がったっていうねうんそうだから何だろうなほんと何もしねえよりかマシじゃねえかっていうこのなんか思いですよね何もしてないやつ <laughs> 何もしてない人が多いと思うんで、何もしねえよりかマシじゃねえかっていうのはね、まあ本当にマシだと思いますけどね。何もしない人が、うん、あだこうだ言ってますからね。もうみんなの銀行、僕、久保さん、あれですよ。あの、もうちょっと、あ、6月で1年になりますけど、ようやく20万いきました、久保さん。みんなの銀行。 みんなの銀行ね、20万超えたんですよ、久保さん。これ楽しいですね。30万目標値にやってるんで。今20、20、二十万7000ですね。はい。5月15も入ってます。1000円になっちゃいましたけど。はい。20万7 0 0円です。これすごくないですか ?5 円って。 これ利子がついたんですよ。<laughs> 利子が <laughs>。利子5円つきましたね。そうなんだ、あと19万2000円ぐらいですか ?19 万3000円ぐらい。頑張ります。まあ、この前ね、あのー、なんだろう。あれになっちゃったんですよね。1500円から1000円になっちゃって。うん、まあ、でもこれ30万いきそうですね。頑張れば。うん まあ、みんなの銀行さんが、この紹介キャンペーンが終了しちゃったらちょっと無理ですけど、まだやってるので、まあ引き続きちょっとやろうかなと思いますね。30万までは。動画撮りますよ。でもね、動画もね、みんなの銀行はね、何本だまあ55本ぐらいか。100本やってないですよね。58本ですね。57本か、みんなの銀行。 100本やったないんですよ。ということは、まあ30まあ、30万を100本で割ると1本当たりいくらなんだろうな。3000円ですかね。1本動画撮ると3000円ですかね。で、これ多分ね、一時間、あのまあ、そう考えるとですよ。今、まあ、今57本で。まあ 多分100本取ればぐらいで多分30万いくと思うんですけど、まあ30万で100本で1本あたり3000円と加算して、じゃあ1本あたりの僕が使ってる時間っていうのは平均10分ぐらいなんですよ。だから10分3000円ですね。どうですか普通1時間働いて800円とかじゃないですかコンビニのバイト。これ動画のだいたい時間僕10分ぐらいなんですよ。平均ね。10分3000円です。どうですかやらんでしょ <laughs> やらんなみんな <laughs> でも10分3000円のお仕事ありますっつったらやり,やりそうですね久保さんね <laughs> 世の中は時給800円とか1000円とかですけど10分働くと1000円もらえるんですあ三3000円もらえるんです <laughs> やりますかみたいなうちのコンビニのバイトは10分で3000円払いますっていうすごいいっぱい来そうですね <laughs>、うん、まあこれもやったからでしょ、うん オフラー入れるみたいですねだからコスパいいっすよね。10分で3000円って考えるとめちゃめちゃよくないですかありがたいですよね。あの別にその通勤時間もないしそう。だってコンビニで働くっつったら、まあその時給はもらえるけれども、またその出勤時間に対しては、出勤時間,か時間使ってるけど、その出勤時間に対してはお金もらえないじゃないですか。か人生って時間ですから。うん。ありがたい世の中ですね。 みんなの銀行もねやってないですよね徹底的にいってらっしゃい